YouTube の感じ。ちょっとね、モノマネして。正式にやってくれなくていいよ。やっぱ、上がるたび、そしてビワになって、こう、一つになっていく感じがありましたね。うん、まあ、今ちょっと結果が終わってもらえます。ライジングゼファー福岡、じゃあ自己紹介してもらいましょうかね。はい、ライジングゼファー福岡、背番号5番の山下です。よっ。そして6番小林大輔です。よいよ、いいね。そういう感じね、そういう感じね。よいよ、はい、41番キャノンセイヤです。よろしくお願いします。発音がいい、ありがとうございます。なんかお互いのこととか何て呼び合ってるんですか。なんすかね。なんで迷うの。え、普段呼び合ってる名前ですか。山ちゃん。あ、山ちゃん。山ちゃんなんですか。山ちゃん。山ちゃんって大輔しか言われてないですけど。最近山ちゃんですね。僕は大輔ですね。伊勢が普通ですね。結構やすさん。やべえ。ダイスと大輔。セイヤはないもんね、うん、そのあんま名字が呼ばれることがないよね。なんで山ちゃんなんですか。山ちゃんなんでやろう。山ちゃんってあんま呼ばんすよ、もう。ヤスさん大好きなヤスさん、ほんまにもう山ちゃん。でも東芝の時が、うん、山さんって言われたんですよ、後輩から。山さんって長いやないですか。まあ確かに。だからもう短くいこうと思って。でもたまにね、ヤスって呼んでる。え、もうちょいちょいバカにさ、ちょっとね、モノマネして。まあこの学生時代から知ってるやんか、お互いのことを。学生時代からで言うと、こいつここめっちゃ成長したなとか。そうですね、大輔に関してはもともとセンターだったんですよね。あ、そうなんや。とかポストプレーが結構得意だってイメージが、あ、やってたっすね。友達でもね、だからそのポストプレー、そのピボットとかそういうところが、あの、うまいなっていう印象あって、うん、でそこからだんだんこう、その時ミニバス、ね、小学校、もうほんと最初らへんだと思うんですけど、でだんだんこう成長するにつれて、うん、アウトサイドもできるようになって、そこでまあボールハンドリングらへんがすごく成長したのかなっていう感じだったのかなっていう。確かに苦手やったっすもんね。へぇー、今もちょっと苦手だけど。 お前にが言うか。お前が言うか。お前が言うか。確かに食うのでもできるなと思った。そこはじゃあやっぱ結構練習した。そうですね、やっぱそういうのは苦手なところはやってました、ね。うん、どういう意識やったんですか、そのボールハンドリングを練習しようというのは。まあシュートは好きだったんですよ、うんうん、でまあシュートだけじゃダメだなってなったら、今度ディフェンスだったり、うん、ボールハンドリングだったり、こう苦手なところを一つずつなくしていこうみたいな感じでずっとやってたんで。なるほどなるほど。そしたらいつの間にかプロになってたって感じ。そうですね。山下君の、山下さんはもうタイプ変わったっすよね。昔はバリバリのこう点取り屋というか、そうなん、多いよな、オールラウンダーみたいな、小中の時、そういう感じだったな。ほんまに怪しいな。疎外感感じないや。あれね、ヒーローになってましたもんね。感動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 ポイントガードを、そう、僕が高校の時にポイントガードやってダメで、うん、で、山下さんがやってくれて、うん、そこから結構コントロール系な。いや、コントロール系が本当に東芝入ってから、ね。あ、そうだね。やっぱり、分かってないね。北さんに鍛えられたこと。そうですね。まあ、北さんの前に田中輝太さんがいて、で、東芝がその、やっぱハーフコートバスケでこうセットプレーを中心とするチームだったので、ドリブルが多いのが嫌われたんですけど、ドリブル多い、パスでって言ってコントロールするようになって、で、やっぱりこうみんなにこうボールを配るっていうか、預けながらチャンスを、ズレを作って、チャンスを作るっていうところを、そういうチームだったので、まあ、そこら辺から。で、あとディフェンスができないと試合使ってもらえなかったので、苦手だったディフェンスを頑張りましたけど、うん、全部自分で言いましたね。ありがとう。助かります。これがチームワーク。チームワークじゃないです。個人プレー。あの、やっぱそう、東芝の時と、はい、やっぱこのプレータイムが違うじゃないですか、はい、今。あの頃はベンチから出ることが多かった、はい、チームワーク、流れを変える働きとか、はい、安定させる働きが多かったと思うけど、はい、今はスタート出るじゃないですか。はい、東芝の時はこうプレイタイムがある程度決まってて、うん、時間帯が決まってて、うん、短かったので、うん、もう本当出た時間帯こう 100% でガッと行って、うん、まあ、相手がこう疲れてる選手とかいたらそこを潰しに行くじゃないですけど、うん、嫌な選手になろうと思って、うん、
やってました、ね、福岡に来てちょっとスタメンになって、まあ、プレータイムある程度前の中で、まあ、ある程度こう自分の、うん、なんですかね、体力があんまりないので、うん、ここもコントロールしつつでこう、まあ、状況を見ながらここだっていう勝負かけるときにあの力出すっていうペース配分をじゃあ相当意識して、はい、なるほど、すごいね、やっぱその辺もね、すごいプロのこの駆け引きが見えへんとこであるんやなという。さあ、まあいろいろとね、聞いていきたいんですけども、やっぱりこのね、ライジングゼファーがこの B3 から最短で、多分もう今後こんなことありえないと思うんですけども、最短で上がっていきましたけども、本来山下選手も小林選手も、まあ、B1 でやった中で B3 行きましたけども、そこの福岡愛を聞かせてください。じゃあ山下選手から。はい、そうですね、本当、あれちょっと待ってください、あと一人いるんですけど、え、その時から一緒、出身は僕名古屋です。何やねん、福岡出身なんです。は福岡オーケー、じゃあそれも含めてじゃあまずは山下選手からいきましょう。はい、そうですね、まずはやっぱ地元福岡っていうところは、うん、常にこう気にはしていたチームではあったんです、うん、あ、そうなんや、もう川崎の時から。そうですね、うん、その中でこう B リーグになって、うん、まあ、川崎、まあ、NBL で東芝だったんですけど、うん、最後でそこで優勝が決まった時に、うん、まあ、一区切りついたかなっていうのがあって、川崎で成績が残したと。はい、でそこで、まあ、B リーグができるタイミングで、うん、まあ、横にいる小林大輔とからこういろいろ話をもらって、うん、いろいろ相談して、もちろんじゃやっぱ2人で話あったんや。そうですね、どうするみたいな。はい、じゃあ小林君から山下君に声かけた感じ。そうですね、しかもセミファイナルの時にね。そうですね、まあ、言っていいのかどうかね、あれなんですけど、まあ、その NBL のセミファイナルで栃木と東芝試合してたんですけど、もう行っちゃって大丈夫だろ。まあ大丈夫でしょ。あの時僕がチームじゃない。おらんかったやろ。そうですね、まあ、その時にずっと、まあ、来季どうするのって話をされてて、で、まあ、僕は残るよって、残るっていうか、まあ、東芝ずっとっていう話はしてたんですけど、まあ、こう福岡のことを大好きが話し始めて、うん、福岡時代はカブリはあるの？高校で1個下、はい、ただもう小学校ぐらいからずっともう面識は、はい、絶対だった。なるほど、ずっとライバルで高校で一緒になって、はい、でプロになって離れてという、はい、そうそうそう、で、まあ、大輝の話ってなった時に、うん、まあ、福岡っていう話を、うん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 、最初はちょっと、まあ、行きたい気持ちあったんですけど、うん、まあ、家族いましたし、うん、まあ、どうなのかな、東芝社員やもんね、はい、社員だったので、うん、まあ、判定はあったので、うんうん、まあ、どうなのかなっていう感じです。そこで話していくうちに、うん、まあ、2人で戻って、うん、こう、まあ、B3 っていうのは分かったんですけど、うん、そこからこう這い上がるストーリーも面白いのかなって。おー、なるほど、こうちょっとやりがいを、なるほど、ちょっとほんまにもう漫画じゃないけど、そういう、はい、上がっていく面白さの方に、はい、を取ったんや。そうですね、そこにちょっとかけてみようと。その中で小林くんからこの言葉が聞いたとか、ね、あの言葉ね、伝説のあの言葉、まあ、すごいパス来たけど、なんでも1回で決めたの言われて、まあ、そうですね、いろいろやっぱりその契約の時期というかリアルの話時間の話ですよね。はい、いや、まあ時間は必要でしょ。時間は必要ではあったんですけど、やっぱりそのもうシーズンが最後の辺だったので、まあ、そのあまり次の話になると福岡とこう長く話すわけにはいかなかったので、早く決めようということは言いました。家族の反対とかなかった？もちろん最初は反対されて、なんですかね、こう説得して、うん、なんとか許可をもらったみたいな。へー、男の子貫いたいな。そうですね、まあ、あとはやっぱりこう大輔がいたっていうのは、うん、もちろん自分一人だったら多分反対されたと思うんですけど、うんうん、で、じゃあ小林君はどうでしたか？そうですね、僕も、はい、まあ、僕はエージェントを持ってたんで、うんうん、シーズン中からいろいろこう来季どうするかっていう話はやっぱ選手にするんですよ。で、そういった中で、まあ、当時の福岡のスタッフの人がすごい熱心に誘ってくれて、 B3 から B1 へと上げたいんだという熱意をもらって、そこで初めて僕も最初はあのいやいやいやみたいな、まあ、そうやね、話だったんですけど、ちょうど B リーグができて、なんかあのいろんな選手が入ってきたじゃないですか、うんうん、言い方悪くすると誰でも B リーガーになれたんですよ。あ、言い方を広くする、まあ、今までのトップリーグの JBL とか NBL の空気感とちょっと違ったよね、はい、明らかに、はい、うん、なんで逆のパターンでもいいかな、あえて、その決断は
ちょっと勇気いたってよ。だってやっぱちょっと正直あったやんか、空気感少し違ったやんか。その辺とかで行くことの迷いは？すいません。いや全然全然大丈夫です。試合は。いやでもなんかそっちの方が面白いかな。ああそう。やりがいをね、追求していきたいなっていう。でやっぱじゃあそこには地元愛が。もちろんそうですね。地元以外だったらやってないです。ああ、そう。やっぱ、その最初の振り分けの時に B3 って聞いて、ちょっとやっぱ楽しかったですよ。そうやんな。それは多分、さすがに B3 と思ってなかったよ。はい。そうやんな。下手した位置もあるかもと思ってたぐらいやんな。はい。そうやんな。だからまあ、誰かしらやらなきゃいけないことなのかな。なるほど。なるほど。すげえな。この男の決意というか、決断というか、すごいね。それをじゃあ、近くで見てた加納選手はいかがでしょうか。その頃の空気感というか、まあ、僕も福岡出身なんで違うだろうか。あ、違います。名古屋です。名古屋です。加納選手です。名前は今もう分かってるから。そうですね。まあ福岡のためにこう、うん、先輩方が戻ってきて、で僕もそこの一つピースになりたいと思って、うん、かっこよく言わんでね。一つピースで決まるか。名前はピースぐらいで、そっちのピースしかも。もともとあれですか、チームに入ったタイミングはいつですか。チームに入ったタイミング、福岡に来たタイミングは。あ、もう一番早いです。一番最初、一番最初、一番最初、はい、一番最初に福岡行きました。やっぱその最初はまあ周りが固めていかなきゃいけないです。メインキャラより。じゃあ加納選手からみんなにお声掛けとかあったの。まあないです。あ、それは別に、連絡先も知らないし。そうそう、でも連絡先とか知らなくても友達の人いっぱいいるんで、俺の相手にこうちょっと自分勝手なだけだと。どうですか、じゃあこの D3 決まって上がっていく中で、まあ、先ほどやってましたか。まあその B3、B2、B1 っていうそのシナリオというか、うん、その流れに僕も賛同しようと思って、うん、福岡の旅、まあ名古屋出身ですけど、福岡の旅を3年間費やしてやっていこうっていう気で来たんで、うん、で実際こう結果がついてきたじゃないですか、はい、そういう時の手応えとか空気感どうでしたか。やっぱ上がる旅、そして B1 になってこう一つになっていく感じはありましたけど、うんうん、今ちょっと結果がもう伴ってはないです。じゃあやっぱり B1 に上がるともちょっと一つ壁がある感じですか。痛かないよ。じゃあやり方やぞ。あ、そう、はい、あ、なるほど。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。